こんにちは。こんにちは。アートナーファミリーです。本日はジョイフルへ行きたいと思います。はい。まあといってもまあモーニングの方ですよね。うん、そう。今日はね2人でモーニング行こうと思います。で、はい、初めてのジョイフルだよね。うん、初めてだね。うん、で安いメニューだと299円。で食べれるモーニングメニューからあるらしい。へえ、めっちゃ安いね。300円で食べる。そうということでね、行ってみたいと思います。はい、同じかメニュー。モーニングメニューはこちらです。鮭の和定食とかあるんだ。早い、朝の5時からやってる。マジで、本当だ。朝の5時から10時まで。すごいね。なんか24時間やってるところもあるんでしょ、ジョイフルって。ああ、そうそう、24のところもある。これは和食っぽい感じですね。そうで、299円だとこういうのとか、あとは雑炊が食べれるって感じみたいですね。で、なんか全部ね、このドリンクバーがついてるんだって。すごいね。これ299円でもドリンクバーがついてるんだよ。すごくない？やばくない？めっちゃ安いじゃん。めちゃくちゃ安いじゃん。モーニングメニューの他に生卵とか納豆、ヨーグルト、味噌汁が欲しければここから注文できるみたいです。パンのおかわりが100円とかなんだって。安いよね。安いね。何にする？お手頃モーニングと満足モーニングっていうのがあるんです。ドリンクバー、モーニングは無料でついてるということで、あったかいのと冷たいのどっちなの？何にする？飲み物。これ甘い系。あ、コーヒーが2種類、ブレンドから深入り。ティーもあるんだ。すごい。スープバー注文しました。普通にコクタージュ。コンポタージュ。あ、一緒。ああいうスープバー初めて。ドリンクバーみたいなの初めて。あった。熱いね。うん、そうそうそう。来ました。まずこちらが299円のモーニングメニューです。パンと目玉焼きとサラダが載ってますね。でパンが選べて、食パンかこの丸いパンかどっちか選べるっていうことだったんですけど、私は丸いパンにしてみました。これになんか追加でプラス100円するとヨーグルトがついたので、ヨーグルトを一緒にいただきます。ゆうたくんの方は小倉トーストだっけ、うん、してます。サラダと、あとこっちもパン選べたよね。うん、パン選べた、ね、食パンにしてます、うん、いただきます。あ、ありがとう。Thank you。 なんか普通のグランドメニューよりも若干値段がリーズナブル、普通のグランドメニューとか。うん、リーズナブルだし、24時間やってるっていうのが一番、やってる店舗があるっていうのが一番すごいところで。24でやってるところもあるみたいな、ね。うん、ゆっくり時間とかだと1時とか、そう2時で2時ぐらいで終わっちゃうけど。いいやん、オブラントーストーストでさ、ユニベルがさ、ピーピーピーなの。そう、保険料。朝だから、それは大ちゃうの、わかんないけど。オブラン日本バターというか、やばいよ、普通に。うん、うまい。美味しい。めっちゃうまい、スープが結構濃厚で美味しいんだけどね。え、ドリンクバーの多さが面白い。いいよ。ちぎっちゃった、こんな感じ。パン食べて、うん、うん、すごい。
もっちり弾力のある感じのパン。そう、醤油かけて食べるってことか。うん。オグラントーストどう？あ、めっちゃうまい。美味しい？うん。好きだもんね。和もいいけど洋もいいよね、うん、こういうところ来ると悩まない？悩む。和にするか洋にするか。この間洋駅行ったじゃん。あのコーヒーも良かったよね。パンのおかわりはプラス100円でいただけます。いいね。これさ、少しだけさ乗せてくんない？あ、これは？うん、いいよ。少しでいい、ちょっとだけ。うわ、うわ、うまっ。うまっ。私ワークマンで買ったやつ。そう、うちん。いいじゃん、あのコンパクトになるやつ。うん、袋に入るやつでしょ。そうそうそう。いいじゃん。やっぱ今まで朝ごはん食べれなかったの、うん、お腹すかなくて。うん、だから普通にさ、朝だとお腹空いてる時あるんだよね。あ、じゃあちゃんと食べた方がいい。朝食って食べた方がいいか。そう、すごいよね。いや、あ、そうだ、パンがもう一口残ってる。舐めるよ。あんまり、大丈夫。いいよいいよ、食べて。そんなお腹いっぱいだよ。マジで？うん。じゃあ半分頼む。半分。ありがとう。雑。うん、大丈夫。あ、出そうだね、ちゃんと。うん、忘れてた。食べよ。何だろうね、ヨーグルト。カスペかヨーグルト。カスペヨーグルトか。あ、カスペヨーグルトってこの袋なんだよね。そうなんだ。そうそうそう。あ、コンプレート入ってるよ。あ、本当だ。なんかさ、うん、結構前だけど、うん、なんかハマったヨーグルトが、うん、あの、なんだっけ、バニラヨーグルト。うん。めちゃくちゃハマってヨーグルトだった。あ、本当。うん、ランチョビソースこんな感じの味。酸味少ないんだよね、カスペヨーグルトって。ちぎる感じ。ちょっとねとーっとしててさ、うん、食べ過ぎるとちょうどいいぐらいの量だ。ちょうどいいね。うん、弥生県って結構お腹いっぱいなんだよね。うわ、あれご飯おかわりできるから。うん、うまい。だけどここカロリー表示してあって、うん、大体どれぐらい？400から500ちょいぐらいまで、うん、メニューが多いから、だから結構ね食べやすいんじゃない。うん、朝しっかり食べてもいいんでしょ。朝はしっかり食べてもいい。夜食いすぎるとやばい、やばいっていうか、夜食べるよりも朝しっかりめに食べて、うん、朝昼晩にかけてこういった方がいいじゃん。こういったら、こういった。それではごちそうさまでした。そうでした。